回収した AI ポッドだが、中から面白いものが見つかった。人間の遺体だ。ポッドの内側は低温を維持、ほとんど外気にさらされていなかった。おかげで遺体の腐食が遅かったようだ。それでもほぼ白骨化していた。死後半年から1年程度と推定される。エメリヒを尋問した。テープを聞いてくれ。遺体は俺たちがよく知っている人物だった。そうだ、ストレンジラブはあの研究室で AI の研究をしていた。なぜ隠していた？悪かった。そうだ、一人じゃなかった。だけど分かってくれ、分かるだろう。僕は彼女を巻き込みたくなかった。僕一人の責任でいいと。サヘラントロプスを動かすために AI を作っていたのはあんたじゃない、ストレンジラブだった。スカルフェイスは AI に否定的だった。それで口論になった。ストレンジラブはあいつを怒らせて殺されたんだ。どうやって？見てないのか？後になってあのポットの中で見つけたのか？その後死体は入れたままだった。それとも後でお前が中に入れたのか？僕が彼女を連れて行かないでくれと。彼女はスカルフェイスに殺された。お前が頼んで AI ポットの中に遺体を入れておいてもらった。ああ、馬鹿げてるなあ。俺たちはこう思っている。あんたが殺したんだ。しない、そんなするわけないだろう。殺してあの中に入れた。しない、あんたたちと一緒にするな。誰でも人が殺せるなんて思わないでくれ。僕は普通の人間なんだよ。おお、わかった。だったらあんたはあの中に閉じ込めたんだ、彼女が死ぬまで。そんなことしない。じゃあ勝手に死んだのか？そう、彼女は自分からあの中に入った。外からは開けられなかった。自殺したんだ。うん、自殺したんだ。彼女は一人でに死んだんだ。僕が目を離している間にいつの間にかあの中に入ってて。そう、窒息死だ。よくあるんだよ。でも気づいて開けた時には息をしてなかった。僕は怖くて扉を閉めた。それきり開けることはできなかった。そうなんだ。まさか、びっくりしたよ。わかった。もう一つ教えてくれ。今日はもういいだろう。わかった。思い出すのは辛いな。答えなくてもいい、質問だけさせてくれ。彼女の遺体を見させてもらった。下腹部に切った跡があった。手術のような傷だ。縫われて回復した痕跡もあった。つまり生前のものだ。彼女には子供がいたのか？お前たちの子か？どこにいる？さあ。いるんだな。僕は顔も見たことがない。ふざけるな。取られたんだよ。子供も生まれたのも知らない。何もかも取られた。いくつになる？あれから4年だ。男か？ストレンジラブは。そう。名前は？僕たちは春と呼んでいた。顔も見たことはなかったけど。